はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ダイナソー龍崎です。さあ本日なんですが、ちょっと皆さんにですねご紹介したい今モンスターがおりましてですね、まあこれ多分恐竜神竜デッキとか使ってる方だったら、まあ、あ知ってる知ってるってなると思うんですけども、この神竜王リトスアジムディザスターっていうモンスターですね。こいつねマジで強いんですけど、出せたらこれ結構ですね、あの現実的に出すことができるように今現在なっておりまして、恐竜デッキで使っていくんですけど、今回このモンスター、このリトスアジムディザスターっていうモンスター何するかっていうと、自分のメインフェーズにこのカード以外の手札から自分のフィールド上の表側表示のモンスターの中から地属性を含むモンスター2体を破壊して手札から特殊召喚できますよというレベル9のモンスターなんですね。で、地属性モンスター2体を破壊した場合すげえ強い効果発動できて、相手のエクストラデッキを確認し、その中からモンスターを3種類まで選んで除外できるっていうマジ最強効果持ってるんですよ。これ3枚じゃなくて3種類です。だから例えばなんかその相手 あのエクストラデッキ見て、まあ例えばトガ姫だったらトガ姫2枚とか入ってもトガ姫ガッツリ全部除外できたりとか、まあキーになるようなね残機とかだったらなんかあのダランベルシアンとアクセスコロトーカーとダークルド全部とか除外するとか、なんかそういうのもできるし、エクストラ結構使うデッキまあそこそこあるじゃないですか今環境においてね。でそれをね3種類一気に除外できるっていうコンボなんですよ。これめっちゃ強くて、これがでこれをねまあ持ってくる方法、このリトサジミディザスターを持ってくる方法として、やっぱ一番最有力なのがこのドラゴニックダイアグラムっていうカードなんですね。これフィールド魔法でございまして、フィールドゾーンに存在する限りなんかウンタラカンタラとかこの打点がアップとか今回どうでもよくて、サンバル効果一旦一度このカード以下の手札フィールドのカードを1枚選んで破壊してデッキから神竜を持ってこれるよと。これね制限カードだからめっちゃくちゃ引きにくいんですよ。でそもそもテラフォーミングがなんかティアラメンツのせいでマスターデュエルでないから、このねドラゴニックダイアグラムにアクセスする方法ってかなり限られるんですよね。でね恐竜デッキって破壊するギミックそもそもたくさんあるから、まずそもそもこの卵を破壊するムーブでまあ、展開することはガン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 できるんで、まあ、展開伸びるんですけども、このカードをですねこれ持ってくることもできちゃうんですよ。ヘルホンドザウルスって言うんですけど、こいつあの融合モンスターで新しく追加されたモンスターで、これをね出すと、これが持ってこれるんですよ。持ってこれるっていうか発動できるんですよ。でさらにこの3番の効果で卵を割って神竜を持ってくることもできるということで、これ、ね、恐竜と神竜ってもともとめちゃくちゃ相性があったんだけど、このフィールド魔法をサーチするこのヘルホーのザイルスの登場によってなんか、 かなり現実的なコンボになっておりますんで、ちょっとね早速このリトスアジムディザスターという最強モンスターのこの効果皆さんちょっとお見合いしていきたいなというふうに思ってます。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。あーハンドはまあまあやるんじゃないこれ、まあ、ちょっと化石調査通るかどうか問題はまあまああるけど、ちょ化石調査だけ本当にお願いします。あーオッケ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 ー、いい感じ。何持ってるの今、オビラスター持ってるか。ミセラサウルス持ってきまーす。オッピラプター出す前にもこれ打っちまっていいんじゃねえかな。なんか出して投げる方が誘発打たせれる説はあるんだけど、これミセラサウルスってさ、これさチェーンされて無限包囲を打たれるとあかんのよね。なんかあるな、これなんかわかんない。恐竜有識者って教えてくれ。これ先で打った方がいいのかミセラサウルスって、もうもはやこういう場合ってなんか相手の誘発をケア打たせた後にチェーンして打ちたいという気持ちをこれ抑えて先で打った方がいいのかこれ。うわあ！恨み引いた。やばい。これ先打った方がいいのかこれ。ちょっとこれ食らうんだよな普通にオビラプター。まあもうサーチは入ったんですけど、これねオビラプターでね爆破してね卵を入れ替えるムーブができなくなるんですよね。やべえ。これ有識者で教えてくれ。これ恐竜有識者。これ先にミセラ打った方がいいのか。なんか後からエフェクトベラ打たれると結構うざいの普通にこれ。まずい。まあまあうぜ。ちょ、まあ。言うてね、卵は、リクルートいけるんですけど、卵リクルートしてみてこれ。まあ、先打ち、ミセラあったら先打ちあんな、結構。で、ヘルカイとプテラ。まあ、一応ね、相手がね、誘発持ってる場合、相手がテキストなんかあんま読めない人だと、オビラプター召喚って言って、無限法要とか、うららとか言ってくれるから、そこにミセラって言うと、相手の手札誘発、1枚使わせられるっていうメリットはあるんですけど。まあ相手が
まああんまテキスト読まない人であれば、はい、どうしますかね、これ、これ融合するしかないか、融合するしか道はねえ、俺に道は残されてねえ、ヘルホーンディングザウルスで、ヘルカイトプテラと、パンクラトプスをゲームから除外することにより、謎のヘルホーンドザウルスというモンスターが出てきて、あ、これは1回で怪獣デッキでやりましたね、これね。ヘルホーンドザウルスで共闘ウォーターフロントサーチみたいな。最強ムーブだったんですけど、まあ、ドラゴニックダイアグラム、ドラゴニック D を持ってきまして、はい。これ、制限カードいつまでなんですかね、これね、神竜、ドラゴニックダイアグラムのね、これ。もう今、別に、解除してもそんなに影響ないんじゃねえかと思うんですけど、どうなんでしょう、これは。やばいのかな、やっぱり。まあ、恐竜デッキで活躍していた記憶はありますけどもね、ドラゴニックダイアグラムね、まあ、神竜持ってきて卵明かしみたいなね、あ、最強ムーブはできるんだけど、まあ、どこまで行っても2枚勝負だからなという話あるんですけども、まあ、ヘルカイトプテラを、ゲームから除外しまして、アルティメットコンダクティングティラノを出していく。でアルティメットコンダクターティラノの特殊召喚成功時、クロシープがリンク先に融合モンスターがいるんで、自分の墓地からレベル4以下のモンスター蘇生とヘルカイトプテラがゲームから除外されたんで特殊召喚が、入っていく。ヘルカイトプテラ特殊召喚で、融合をもう一回回収。これ、クロシープの効果によって、卵特殊で、ドラゴニックダイアグラムの効果を発動。ドラゴニックダイアグラムの効果によって恐竜を爆破し、デッキから新竜王リトスアジムディザスターを手札に加えさせてもらうぜ。そしてベビー&キラーサイルスの効果を発動。ベビー&キラーサイルスの効果によってこれ玉食いオピラプター一発出しいって、なんか入れ替えたらもう一回宇宙を撃てるか。あ、でもモンスター増えねえか。モンスター増えねえな。モンスター増えない問題あるのこれ。これで、ね、ちょっと卵、まあ、もう一回セットできるんだけども、あんま関係なかったこれ。普通に卵のリクルートでよかった俺。あんまや余計なことした。で新竜王リトスアジムディザスターの効果、地属性モンスターを2体破壊することによってこのカードを特殊召喚するぜ。盾いけ。そして相手のエクストラデッキを3種類ゲームが除外。あ、残機だ。なるほどな。残機か。アタッカー除外したらいいんじゃないもうこれ。アクセスコードトーカーとかいうヤバすぎモンスターと、ネオテンペストとかいうガチヤバモンスターと、あー、そうだな。まあなんか残機だとこれとかなんかな。あ、わかんない。なんかこれアタッカー全部除外したらもうなんとかなんだこれ。これも多分相手なんか盤面返せないんじゃね。幻想のミセラサウルスを特殊召喚するぜ。よし、融合してもう一枚入っ、こうする方がいいか。こことここでリンクして、これ対象体制付与します。はい、こうして、あー、融合するのはちょっとガーディアンキマイラのために取っときますか。一応念のため、もう一発融合したら一応ね、あのラーズ出せんですけど、まあだ、あれ出せねえか。もうヘルホーンドいねえや。ヘルホーンドいなんか出せねえわ。ガーディアンキマラだよ。でエボルカイザードルか、これでいいんじゃない。まあ、本当はここにねラーズが立ってることがなんかめちゃくちゃ多いんですけど、まあ、ラーズドルかアルコン、まあクロシープオアエルフみたいな感じになってることが多いんですけど、まあ、ちょっと今回はなんかエフェクトベーラー打たれたタイミングがよくわかんないことになってたので、まあ、こうなっちゃいましたが、まあ十分強いでしょう。エクストラ3枚確認してますし、もう多分相手ね、だいぶ返せないですよ。ドットスケーパーどうぞ。ドットスケーパーはいいです。これだから、要は、リンクで展開しても、なんか多分ね、相手ね、この盤面をね、返すね、要は、あのエースがね、いないと思うんだよね、デッキの中に。これどうやって返すんだろう。マジで。ドットスケーパーいいよ。ドットスケーパーは OK。あー、それはダリーナ。一応無効してるか。エボルカイザードルカの効果で、相手のパラレルエクシードを無効にさせてもろって、はい、バゴーン。ほんで、出てこれなくて、ドットスケーパーだけ出てくる。OK。
ちなみにね、アルティメットコンダクターっていうのの効果で全部裏側に、することができますので、まあ、リンク値を稼がせないという動きも一応できます。サブテラの、サブトラの効果はいいでしょう。で、打点が下がります。まあ、ちょっとこれで、まあ、全部裏にすればもう手数出ないでしょう、さすがに。っていうか、まあ、手数出たところで全部抜いてるからあんま関係ないんだよね、これ。やる必要ないまである、これ。うん、必要がないまである。で、まあ、オビラプター出してきて、で、オビラプターの効果起動して、なんか、ミセラサウルス持ってきたらいいんじゃない?これで、なんか、万が一参戦の際とか言われても、パクれないよな、多分。うん。まあ、こうなるんですよね。うん。エクストラ3種類除外したら、多分アタッカーいねえわ、相手。ああ、割と、高校のハンドとしては非常に強力なハンドと言っていいんじゃないか、これは。まあ、G トーンなくてもニビルで黙らせるっていう動きできるしな。これ、化石調査でも、あれか、通るかどうか問題はあるか。ルーンのたぶらかし、おい、ふざけんな、おいナチュルーンだ。いや、でもナチュルーンはあれか、永続トラップ入ってないから、まあ、割と真面目な方のタイプのルーンか。いや、でもそれにしても、まあまあ、うざいな。穂先以外のルーンカードフィグラに加えて何枚ですか、上から1枚か、ルーンの穂先で何らかのルーンカード、輝く炎のルーンを入れるかどうかです。おーリトスアーチブディザスターがーふざけんな、リトスアーチブディザスターの動画なんだって。おふざけんなよお前、お秒で除外されたぞ、ふざけやがって。まあ、でも後手であんまなんかあれすることはないですけどね。出てくることは多分ないですけどね。あ、ナチュラルモノフィギュアといいでしょう。後手であんまりその、リトサージムディザスターでぶん殴っていくっていうシーンはあんまりないので、まあ、言うてあれか先行展開ぐらいにしか、そんなにはつかないから、あれなんだけど、まあ、素引きしたときに卵2体破壊して出てくるとかそういうのあるけどね。はい。で、ヘルカイト・プテラさんとかいう、やばいやつ、手札に来てるのもまあまあちょっとうざいし、ヘルカイトプテラなんか普通にデッキから基本的にリクルートしていきたいカードなんで、なんか引いちゃうとちょっと弱いんですよね。なんかね、これがね、リトサージムディザスター入りの神竜を、まあ、恐竜神竜王のデッキの弱いところで、まあ僕がそんなに好きじゃないところで、やっぱり素引きした時になんかちょっと弱いカードが結構多いんですよ。先行とか融合とか引いてもあんま関係ないじゃないですか、このデッキ。まあ一応ヘルフォードザウルスは出せるけどね、素引きしてたら。やっぱまあそのまあ圧倒的最強初動にはあんまり関係ないカードだから、融合とかヘルホーンドザウルスヘルカイトプテラあたりのカードはね。だからね、まあ基本的にはそのあんまり余計なカードを入れずにシンプルにメインデッキにシンプルにしてエクストラデッキで戦う方が僕は好みなんですけど、まあ、ただね、リトサジムディザスター君通ったの場合マジで強いんで、まあ、それはちょっと見合いしていきたいなと。ああアルコンスビッキ結構強いね、普通に。まあリビルも何もそうなんだけど、ニビル何もさらないとかいう地獄起きたけど、まあ、化石調査発動。いや、これ、あとはね、永続なきゃなんとかなると思うんだよな。永続なきゃな。ほんでだな、ミセラサウルス持ってくんだろう。で、まあ、やべえのは、ナチュル、カメリアとかいう謎の花。あの花、なんか、モンスター出てきたら、なんか墓地から蘇生してくんだよね。ナチュルカードを。あー、春風マンとか。春風、の効果発動して手札墓地からナチュルを特殊召喚 OK。 それさ、でもさ、それ待っといても別に、あれ、ま、パルキオなっすよね。あ、違う、そっちか。あー、サンクラワーか、なるほど。ゼノメテオロ、サンクラワーだるいな、サンクラワーだるいな。プチュラノドン発動効果リクルートサブラカシ、だれ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 、ゼノメテオロスの効果発動。さあどうしますか、フィールド上のカード。あー、オッケー。ナチュル、サンクラワーによってゼノメテルスは出てこれない。ミセラサウルスの効果どうします。これ一応このターンメインフェル中恐竜族が相手の効果を受けなくなりますけど、なんかあります。さあどうしますか、これもう一回サンクラワーで無効にしますか。さあどうするんでしょうか、お相手し考えてますね。いや、これどうするの、まあ、無効にされても別にいいけどね。無効にされるのであれば、ミセラの、墓地からの、除外効果通るしね。さあ、どないするんでしょうかといったところ。おー、リゾルブした。
さミセラサウルスが通って、まあ、ゼノメテロスは通らない。ダブラカシでカードがめっちゃとか、いやオビラプター、まあオビラプターいるんだけどね、まあ問題ないわ、オビラプターいるから。でオビラプター召喚効果発動。さあサンフラーの効果使っていいぜ。サンフラーの効果使え、サンフラーの効果使え。まあ、あーカメリアね、はい、サンフラーの効果使わない。さあこっからお相手しどうすんだかな。ナチュルモルクリケットでオケラ出てきて、でカード1枚選択します。これはですね、ベビーキャラですね。で手札加えまして、でまだ僕召喚権使ってないんですけども、まあ、一応ミセラサウルスの効果を起動しましょう。さあミセラサウルスの効果を起動してカードを1枚除外することによりデッキから珠玉獣アルゴザウルスを、特殊召喚するザウルス。何ナチュルサンフラワーいいだろう。ナチュルサンフラワーは自分とナチュルをリリースするとモンスター効果を無効。まあこれはフィールドの効果ではないので、無効にされます。 OK でしょ。そしたらベビー&キュラーサウルスを召喚で、オビラプターの効果を起動。あモルクリケットいいでしょう。モルクリケット、あもう2体なのかめんどくせえな。2体リクルートダルでナチュルカメリア、モルクリケット、だるいね。でカメリア効果いいでしょう。まあでもこっからナチュルカードもっち送っても多分そんなにねアドバンテージないと思うんだよね。でナチュルの新生児 OK。 これモンスター効果2回無効されてるけどさ、でも普通に手数でご利用したの結構やばくないこのデッキ。で玉食いオビラプターの効果を起動しまして、卵爆破して卵と、あこっちも特殊ができるのこれ強っ。おい最強だぞこれ、このデッキやばい、神だ。何リクルートしよう、プチラノかな、プチラノでいいか。プチラノ特殊召喚、え強ない、なんかオビラフター最強かよ。お前ゼノメテオロス蘇生できるの知らなかったわこれ。あれ活気だけじゃないんだっけこれ、なんでもいいんだっけこれ。とりあえずゼノメテオロスの方向も発動しちゃっていいか。もう恐竜しか出さないね多分な、リンクとかしないと思うわ。でプチラノドンの効果を起動してフロスティングザウルスを出していく。でプチラノドンの効果を発動ザウルス、これどうすっかな。ダイナレスラーかなんか出しとくか。まあランク4湿地に行ってもいいね。ランク4しに行くか。ミセラ出して、まあ、これラーズドルカアルコンじゃね、ラーズドルカアルコンマジ強ない。ラーズドルカアルコンできるのこれ最強かよ。でエボルカイザーラーズ爆発させていく。これでルーンのね魔法とかは無力化できますからね。はい、でナチュルモルクリケットが出てくる。それはね的が増えるからマジで、ね、逆にラッキー、マジでありがとう。的増えんのマジありがてえ。よし、あ2ミル打てんのかよ、2ミル打てんのかよ。俺のターンだぞこれ。ドルカでいいや。でレベル4のモンスターに対してオーバーレイエクシーズ召喚現れ、エボルカイザードルコシャー。これで、あとはあのバカども全部殴ります。ゲームから恐竜族を除外し現れろ、アルティメットコンダクターティアノ、シャーバトルだぜ。アルティメットコンダクターティアノは相手のモンスター全てに攻撃することができるぜ。うお強すぎー、的増やしてくれてありがとう。強すぎ、最強、うおくっそ強え。フィロストザウルス初手くんなて、何回も言うとるやろうが。フィロストザウルスやる気に満ち溢れてんだよなこいつ、こいつなマジでな、ほんと一旦絶滅 しといてほしいわ。恐竜ってさ冷静に考えてさ、なんか隕石で絶滅したって言われてんじゃん。だけどさ、なんかさミセラサウルスぶん投げると2ビル効かないのなんかちょっとおかしくない？なんか普通に時代その事実史実となんかあのなんか相違が発生してる気がするんだけど、2ビル聞けよって思わない？なんか相手してるとさ恐竜デッキ、まあ今回自分で使ってるんだけど、相手してるとき2ビル聞かないのまあまあうざいんだよね。普通に
でなんかうらうら展開した後になんかあれドルカとか出てくるからさ、ドルカ出てきたらもうどっちしても無理じゃん。もう恐竜デッキはニビル聞いた方がいいんじゃないかなっていう気がしますけど、まあ、とりあえずお邪魔イエローとお邪魔ブラックとお邪魔グリーンとかいうのがやばいカードをサーチしてないで、なんか楽園デッキかと思ったらこれ楽園詐欺してるやつか。あやべえ、なんかちょっとデッキ掘りまくってやがる、やばいかもしれん。楽園融合、うわー、何もありません。さあ何が出てくるんでしょうか。デスピアンとアルバスで、あ、ルベリオンね、はい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 。でルベリオンの効果を起動、手札1枚捨てて融合します。楽園最近全然当たんなくなっちゃったな。なんかみんなやっぱ新しいもの好きじゃないですか、マスターデュエルミンって。結構だからなんかあれなんですよ、レスキューエースとかスネークアイとかがまあめちゃ、まあ、フィアリーとかねめちゃくちゃ最近多いと思うんですけど、楽園もまあいまだにクソ強いとは思うんですけど、どうなんですかね。やってることはすげえ強いと思うんですけども、エッチインプチェーンの効果デストイパッチワークサーチいいよ。さあミラジードと融合がさらにあって、なんかお邪魔、これ待ってやばい、これモンスターゾーン封鎖しようとしてきてる、もしかして。やべ、それこれ融合手段に加わったな、融合手段に加わっちゃったなこれ。さあ融合を発動、レストイパッチワークからサーチしてきた最強カードによって、まあ、何を融合、まあ、そうですよねそうですよね、まあ、そこまではギリ許してやってもいいけどさ、ちょその後なんだよな問題は。お邪魔キングと、まあ、その後のまあ問題はこの後なんですよね。ここまではギリギリ許せる、まあ許せないけど許せる、ちょギリだぞ。てかあいつ守備3000高すぎねえか、なんだ守備3000って。その癖何だけ教えて何か。終わりました墓地城が融合ですね。墓地城が融合ですね。まあ、ああ、なるほど。久しぶりに当たったわ、これ。ゴミデッキじゃねえかよ、マジで。ふざけやがって。ミセラサウルス最初投げられるのか。なるほどな。てかミセラサウルス以外のカード何も光ってないけど、これミセラサウルスぶん投げたいんですけど、何かあります？あ、ないっすか。ミセラ何も光らなくなった。手札のカード何も光らなくなりました。くそ。名誉結界入れるか。